こんにちは、ノービスパープルプレイやっていきます。今回はヌービス入りのエジプトデッキですね、いきたいと思います。ラミーちゃん、ギユ、ヌービス、アンコ、チーちゃん、ララちゃんということで、今回はヌービスに焦点を当ててやっていこうかなって思います。45まで行くと試合経験点、得意練習率アップですが、今回は35の自前なので、敏捷ボーナス、練習効果、筋力ボーナス、走力、肩力上限、スペシャルタック、筋力ボーナス4という形になってます。切り込み左ローリング打法が取れるキャラクターで、パワーヒッターと、あとはホーム突入ですね、コツがそんな状況になってます。万能パワードリンクと招きですね、行きましょう。で、まぁ、結構やっぱり上限のことを考えると、ヌービス使いやすいなっていうのと、まぁ、寺道を入れてる枠なんですけど、そこの体力消費がなくなるっていうことは、その分ね、サクセスの周りは良くなるんじゃないかななんていう風に感じているので、まあ、そこら辺を活かしていけたらいいかなっていう風に思ってます。まあまあいい感じだね、ただ。やっぱりその、ラミーちゃんを迎えるまでに、メンタル一回挟んで体力戻せておくと、結構こう、立ち回りとしてはね、良くなるんで、まあそういうところは、まあメンタルはね、結構意識する。おー、いいですね。ありがてえ。からの、そろそろ、おー、体力が。起きてほしいけど、なんか、おー、これめちゃくちゃありがてえわ。やっぱこういうのですよね、メンタルで何回来るか。すぐなくなっちゃうんでね、体力。なあちゃんのおかげ。からの、タコの体力回復もありがたい。からの、おたげき。おぉ強っ、えぐすぎでしょ。やば。とりあえずポイント振りますけど、とんでもないことなってますね、いきなり。マジか、ヌービスやるやん。やばすぎでしょ、ということで踏んでいきましょう。うおー、つえー、さすがに固まるとえぐいですね。すんよ。これはダメでしょ。ほぼ3000点級ですからね。今ので2000点以上は絶対入ってる。えぐ。ナミ。これメンタルの方がいいかな、残り体力的にって感じしますね。ナミちゃん踏んでおきたいところはあるんですけど。まあ、残り体力がね。やっぱりメンタルでしっかり踏んで、次以降もしっかりとこう、休まずにね、前に行くっていうのが非常に重要な気はしてます。というか、魔力やばいね。OK、ここ。で、放っておいて、敏捷をもらっていきます。わー、だったらよかったわー。だったらよかったわー。どうしよう。冷静、冷静じゃなくていいか。いや、これだったら、普通に、ラミーちゃん踏みたかったなー。いや、まあ、結果オーライですね。これなら。呼び起こしていきましょう。これ相当点数出そうですね。もうすでにエグいですからね、出てる点数が。よし、ここで踏めたのも意味合いは大きいです。190、敏捷がね、足りないことが多いんで、ね、ありがたいですよね。からの、さすがにもう何も起きてないが、ラミちゃん踏めそうと。ラブパワー、そろそろ一回ぐらいいいんじゃないですか、入れてくれても。オッケー、行ったら来るやつ。いいよ、ヌービス。ちょっとこの被りが怖いですね。一回ね。気をつけてはいきたいが、気をつけようもないので。ヌービス。パワーヒーもらいたいですね。本突入抑えます。オッケー。いや、順調。やめてー。うおー、神じゃないか。マジで流れいい。マジで流れいい。これで戻してもらえたら最高ですね。戻して。OK。いやー、まあまあまあ、ちょうどね。ただもう一回踏めば、さすがにラミちゃん行くんじゃない？これだったら別に休むでもいいな。これだったら休むでもいいな。休もう。はい。4800点。まあ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 、十分でしょう。筋力が入ったっていう意味が大きいですね。
おお、悪くね。しっかりと呼び起こしてから引き出しますかね。筋力が入ったの本当に大きいな。なかなかね、こう技術精神は入ってくるんですけど、そこ以外のポイントがしんどいことが多いので、なんかもうマジで終わりそうだね。うん、ヌービスはあと1回。これが走ってきたら、左キラーのところのやつは気をつけたいっていうか、マジでハマっとるんだな。いい感じすぎますね。気をつけたい、こんだけいいと。ひとまず守備力をガツ上げします。91。まあ、大丈夫でしょ、普通に。入ってくるしね。強っ。よし、いいね。経験の泉が、マックスになりました。で、パワーヒアもらってるんで、今回は、ケガをもらっておきましょう。うん。いいよ。声かける。おー、結構強い。しかも3ピラー多分終わりますね。肩でいいか。肩と、あとは補給若干上げ気味でいいかなっていう。ちょっとまあ、あれは気をつけときたいですね。技術の残りは気をつけたいですね。OK。うん。回復して、誰か。阿部飛入ったからの、いやー、彼女来ない。彼女来ないはなかなかあれですね。ちょっと早すぎるか。ヌービスまだ2回目。いや、走ったかもな。わからん。あんこちゃんがツボですね。あんこちゃんのところは 72% なんで、まだちょっと金で欲しいですね。なんでここは一回お休みがいいかな。よ、あぶねえ。マジやっといてよかった。いやー、いいですね。素晴らしい。パワーヒー取るか。ちょっと、阿部ヒーの方のあれが、なんとも言えないところですけど。OK。やめて。おーし。ナーイス、間に合っていく。これは助かるわ。サンピラー使ってもいいけどな。うん。まあ、どうしようかな。使うか。賛否使います。で、まあ、多分これで技術は何とでもなるでしょう。一応、マミクリも次から仕掛けられると思うので、まあそこも使いながらですね。よし。で、しっかりと、義勇終わり。よし、これで被りはなくなりました。アミ4度カントね。仮の更新で体力を維持でも、あ、全然うまいよ、これ。ありがとう。アミ2人。しかもちょうどよーくクリスマス入りました。めっちゃありがたい。冷静まで入ったわ。パラーノ。おー、いいんじゃない？3ピラーが何とも言えない感じで終わりそうですけど、あと1ターンだし、ね、はい、じゃあ踏みますか。まあしょうがないですもんね。まあ筋力完了させるよりこっちの方がいいか。うん、筋力完了させるより引っ張った方が良さそうな感じですね、現状。ということでちょっと引っ張ります。いい感じだ。はい。OK。よし、ラブパワーからの、ここはしっかりと最大値を上げておきましょう。
わあ、大凶。もういいでしょ。2468。まあ、これで満足しとけばいいと思うけどな。別にそんなに悪くはないので、まあ、良くもないですけど。うん、ほぼマックスだし、ね、いいや。よし、いいね。ピラミッドが、もう真ん中以外ほぼ終わってる状態ですね。かなり綺麗にエリア修復してきてるんで、その分経験点が後々出そうな。おーい、いらんて。ただまだ1回目かな。うん、まあいいでしょうな。ピラミッド自体が、あとどれぐらいなんだっていう、完了。おー、うまい。これはこっち明らかに。いいですね。ラミー踏んだら、セコミで終わるんじゃないこれ。ラミーがあと2ターン以内にできたら、すぐ終わるけど。いそうだね、どっか。おー、強い強い強い。完了させるより、こっち踏んだ方が良さそうですね。あとは、まあこれ本当ピラーしても全然いいような気がする。黄金の輝きまで使おうかな。普通にアリーだと思うけど。うん、黄金の輝きまでいっちゃいましょうか。つえ。クソつえ。クソつえ。クソ強くてびっくりしてる。やばーいっすね。だいぶ強いな。ちょ、待って。これ今、守備練習に踏んでるの。技術が結構入ってるんだけどね。うん、で、まあ、これで十分かな。さすがに漏れないでしょ。バランス的にもまあ、こんぐらいの振りがちょうどいいんじゃないかなって感じですね。よーし、いいね。綺麗。しーちゃん頼むぜ、マジで。おー、いいですね。あんこちゃんで拾いたかったんで、普通に。技術別にいらんしね。今はここはあんこちゃんで。筋力でしっかりとバランスを整えていきたいところですね。600台か。なんとも、千丸じゃないからなんとも、この辺の振りが難しいけど。うん、まあ大丈夫でしょう。よし、いいね。めちゃ綺麗。こんなになんかピラミッド進んでるの初めてだな。1万3000点た、点数以上に、非常に流れがいい気がしますね。次も、ちょうどいい感じの、おーい、自動デートいらんけど、まあいいでしょう。強っ。は、強っ。クソ強いんだけど、どうしよう。1200点なのはどっちもほぼ一緒ですね。まあ、違いがあるとすれば、マミーか。マミー。マミーで吸い出した方がいいんじゃない？マミーあと2ターンだしな。うん、まあ、義勇は踏めますけど、こっちでいいかな。欲しいポイントこっちだし、メイン的に。っていうのもありつつ、ですね。左利きだ。すげえ。ちょっと衝撃的な感じですけど、個人的には。まあ、そうだな。まあ、やっぱちょっと欲しいのは、前の方のポイントにはなるんじゃないかなというふうには思っているので、ハイボールはちょっと早いかな。なんか入ってきますもんね、ハイボール。筋力か。巨盤骨とか分からんけど、とりあえずこれでいいか。完了2人でモブだから、まあ大丈夫でしょう。よし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 、順調。回復して、おお、弱い。どうしましょうかね。マミー次消えるんですよね。なんでこれを踏んで、
まあ、マミー出せるようにしとくのがいいかなって感じですけど、まあ、ピラーでもいいんだよな。この辺の振り方がかなり難しいですよね。なんかこう正解が見当たらないというか、3ピラーしてもいいんだけどね。いや、ここはシンプルに。ファラオの号令が使えるようになりまして、まあ、これでかなり早いと思います。全体終わりって感じですね。うん、マミーいなくなったからね。おお、いいじゃん。マミー出しておきます。からの型練習かな。ちょっとあとは光の更新使いたいところですね。まあ、正直自動デート入れば関係ないんだけど、自動デートがなかなかコンって感じですかね。うん、メンタルいきましょうか。はい、しーちゃーん、ナイス。はははなんとも言えない感じ続いておるな。一回守備踏みますかね。いやー、光の使えんのだよな。使えたらかなり綺麗に動けるんですけどね。炎上は使えませんね。ちょっと攻撃手は取ります。 OK。 うん、ララちゃん終わり。強っ。マジこれ確定とかマジぶっ壊れてるよ。ああ、いいですね。2071点。ちょうど、これで4000点にはなるので、まあ、サクッと入れちゃってもいいかな。タイミング的にもまあまあ、いいかなっていう感じなんで、入れちゃおうかな。うん。この辺は本当に吸い出すか、入れちゃうかのところは結構悩ましいところではあります。で、しっかり上り調子もらって、うめえな。これピラーしたら結構入りますね。ヌービスのところは、精神なのであんまり入んない感じか。ならこっちの方がいいかな。ピラー使います。で、まあそうよね。うん。まあこういう感じになるのは目に見えてました。二人か。一応ここ行くと二人分、あれが、また踏めるみたいなところはあるけど。まあ、ありっちゃありだけどな。体力をどうしようかなっていうところはちょっとあるけど、二人完了か。魔力自体は戻るな。結構いろいろ考えることありますね。そんなこと言ってると。まあ、マミーもいるし、こっちでいいんじゃないかな。ターンは強いです。4万骨とかがあれば取りたいかな。取れた。うん。で、敏捷アゲーの。これで踏みますか。はい、よし、いい。自動デート、来ないか。ただ、ちょうどいいタイミングですね。これめちゃくちゃありがたいですね。このタイミングだったら黄金の輝きありだけどな。黄金の輝きでやろう、やった方がいいな。光の更新すら使う方がいいかもしれんけど、まあ、いや、使っていいか。マミーあと3ターンですね。ちょっとそこは頭入れときたいか。まあ賛否かかってるからどうしようかな。光の更新入れときてえよな。入れよう。で、後ろのポイントがね、結構えぐいことになってるんで、しっかりさばきたい。大打骨。あと、冷静系入ってたよね、なんか。冷静系と。カリスマ。
影響指数取ってんのか。これ取って。で、いいでしょう。で、まあ、体力も戻るし、っていう感じ。OK。で、走塁。ああ、いいんじゃない。しかも、都合よく、この、なんだ、ファラオのやつがね、来てるのもありがたいかなーって感じですね。民衆、9アンダーとか取るか、先に。バランスがさ、ほんと筋力がどうなることやら状態なんですよね。あ、なんか、うかつに触れないっていうのが難しいところですね。これでいいか。よし。ただ多分これでマミー消えるんじゃないかな、一旦。カンピラーが消えました。マミーはと言ったのか。ほう。全員集まったけど。お、吸収がいいことになってるね。吸収が素晴らしいことになってますね。これは吸収させた方がいいね。筋力もそこそこ入ってるので、まあ、ワンチャンこれ、各集客、ガンガン振ってもいいか。いや、いいんじゃないですか？一気に魔力も回復しまして、300点ずつ入りまして、筋力めっちゃ入った。おお、いいね。ちょっとマミーだな。マミーがいるな。マミー入れる。で、まあ、ここなんですけど、筋力やばいね。とんでもないことになっちゃいました。なかなか、あまり見ない光景かなっていう感じではありますけど。一旦これ振ろう。で、よし、いいね。やめて。お、危ねえ。サンピラーが使えんな。そうですね、一回魔力を補充しないと無理だな。これうめえな。海岸するか。海岸のポイントがさ、マジで普段しないような感じになるけど。いやー、サンピラーが使えないのめちゃくちゃ痛いな、現状。まあ、ここを踏むことにはなると思うので、ちょっと一回海岸しましょう。うん、極力この辺のポイントで、やります。おう、独身数、確定で。はい。よいしょ。サクッと。魔力。魔力ください。いや、いいんじゃないこれ。2万2000点だが。まあ、全然4000点残ってますからね。あー、これ踏みたいわ。ただまあ、魔力を先に回復させた方がおそらくいいんでしょうね、これは。ということで、ちいちゃんを踏みます。OK。うん、ここは、一旦、コンピューターに任せちゃいます。バランスはまあまあだね。行きましょう。お願いしまーす。ホールスアイ4世、ありがとう。強い。ここからどれだけ吸い出せるかだな。OK、ナイス。それは神。オッケー。で、これはダメですね。これはダメですね。一旦打撃踏みます。ここからですね。次は来るでしょ、さすがに。おいー、嘘でしょ。マジ？全然やん、これ。マジ。どうしよっかな。一回休むのもまあ、ありだが、自動デート発動してほしいな。光の更新入れるとまた賛否微妙な感じになるしな。かといって他行くとこないですもんね。一回これマジで引いた方がいいな。ラミーデートするか迷うな。まあ、切ってくれると信じたいけどね、普通に。危な。え？嘘！
この失速はいかんて。この失速はいかんて。全然点出てないぞ、これ。このセクション。守備ですね。賛否。で、これで技術を一気に吸い出します。ちょっとあまりよろしくないですね、多分流れが。ここに入るまで完璧だったんで、ちょっとうまいこと、うめえな。これ後ろの方がいいかな。バランス的には後ろがいいかなって感じですね。魔力も多分ある程度回復するんじゃないかな。あと逆境取れねえか。よし、いいね。だいぶ戻りました。体力も結構戻りました。意外性。おーい、ちょっとマジで真面目にやってくれよ。真面目にやってほしいところですね。どうすっかなー、これ。さよなら逆境。まあ、メンタルですかね。マミクリが使えない。アミいなくなっちゃいましたね。この経験点のあまりは、まずいぞ。そうですね。もう無理くり引っ張っていくしかないかなーって感じ。無理くり欲しいところのポイントを引き出していくしか残りはないかなという感じです。うん、ラパーいいですね。一応ここまだ残ってるんで、あとは、黄金の輝きで 1.5 倍引き出しにして、強い。うん。これでいいか。筋力か。マジでさばけないな。今なんか700とか入ってた？もしかして。入ってるな。700入ってますね。筋力か。さばくとこねえな。もう結構筋力系は接戦。さばいちゃってますもんね。ありがたい。よし、いいね。からの、サグッと。いや、ヌービス全然ありですね、これ見ると。さーて、筋力。まあ、海岸に回すことにまたなりそうな感じですね。守備練習とか来ないかな。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。よし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 。おーほーい。頼むって、強い。ただまあ、強いな。まあ、マミーが使えないんで、まあ、ここの吸い出しをしっかりやるしかないような気がしている。で、3ピラー消えるんで、これを完了させて、3ピラーもう一回打てるようにしとくのが、まあいいかなっていう感じですかね。よし、OK。悪くないよ。からの3ピラーもう一発。バランス考えて、バランス。バランスを考えて。まあ、ここを行くしかないですね、正直。これは、本当に久しくやってないが、このタイプで考える。海岸ですね。高速レーザー。一球入魂。これは確定しときましょう。あとは、割と敏捷余りがちなので、速攻とかかな。おー、打開はさっき取ったか。そう。どっちも終わんないから、なんか、そんなにケアしなくても大丈夫だが。まあ、なんかしらちょっと取っておきたい感じはありますな。4番とか？対ストレートは最後に。取っておきたいのと、まあ、一番最後の練習どうなるかわかんないですからね。そこ次第で一気に変わるんで。ちょっとなんか、むやみやたらには触れないかなって感じかな。最後の練習マジ頼むっす。
マジで技術でし、メンタルとかすごい欲しいですね。いつもは本当にメンタルくんなよとか思ってるんですけど、ちょっとここに限っては今は非常に欲しいところですね。いきますか。はい、勝てました。次、行きましょう。頼むよ。技術精神が入る練習。光って。お。危ねえ、終わってなかった。からの。はぁ終わった。ただまあ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 、じいちゃんが頑張ってくれてるっていうのと。まあ、こっちでもいいですね。まあ、こっちだろうな。圧倒的に強いし。困ったな、これ。困ったな。すごいバランスになりましたね。なんか毎回ですけど、やっぱり欲しい時に来ないとこうなっちゃいますね。やっぱマミクリが非常に重要だなっていう意識はね、やっぱこういうので持ちますよね。さあ、経験の泉残った。もったいねえ。欲しかったな。からの。サクサクやっていきますか。これキャッチャーとかさ、今、結構取ってないけど、生き残れるかな？結構取ってないけど、生き残れるかな？マジで、やばいかもしれんな。独身術、さすがに取って、取ったよね。あ、大丈夫そう、危ねえ。はい。ひょつよ。技術精神ください。いきますか。はい、勝てました。次、行きましょう。さあ、次、行きましょう。わあ、よかった。ちょっとでもね、打撃で、ちーちゃんの、しっかりフォローしていきましょう。これさあ、取れんくない？いろいろ。取れんくない？いろいろ。なんか、こういうバランスになることもあるんですね。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。さあ、ラスト一旦。なんか来るか。お、いいね。まあ、ここが一番いいかな。精神ポイントをちょっと稼がしてもらいましょう。チャンスとか取れないんだけど。チャンスとかさ、取ってる余裕あるこれ。ひとまずこれで振っていきましょう。はい、勝てました。ということで、なんとか最後まで完走できましたね。いやー、マジでタック一発なんだよなー、ほん本当にもったいないなぁ。いやぁ、まあしょうがないですね。なかなかね、セクイチからね、綺麗な流れでずっと来てたんですけど、まあそこばっかりは文句言えないかなっていう感じでした。どんなもんだろうな。はい、ということで 32,868 点ですね。ということで振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 段かな。で、18,27 まで伸びましたが、ちょっと敏捷と筋力が結構余っちゃったって感じですね。僕かー。まあ、もうちょい欲しいとこですね。くっそー、悔しい。かなりヌービス自体は良かったんですけど、まあ、ちょっとバランスがね。やっぱり崩壊気味になる高校だなっていう風に感じるので、そこをね、また少しずつ調整していっていければいいかなっていう風に思います。言葉ね、ごちゃごちゃしてるんで。おー！ 39,587! 今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。